はいどうもバラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は山岸が2発村上前が輝く暫定13円浮上と。 ということでございまして、清水エスパルス、そしてアビスパ福岡のゲームですね、マッチレビューですけれども、しかしすいません、今から私、今からと約30分後にはですけれどもね、この台風の中ですね、史上最高クラスと言われている、この台風の中ですけれども、鳥栖から長崎は佐世保の結婚式のえ会場、友人のですけどもね、会場まで行かないといけないということで、本当に申し訳ない、こんなに素晴らしい試合の後で申し訳ないんですけど今回、スライドは特にないということで、今回このサムネイルだけで、 え申し訳ないんですけれどもね、まあ、今ちょうど試合を見終わったんで、そこの感想的な、まあ、とレビューみたいな、これ、えーね、まともなこと言えないかもしれませんけれども、えー、そこだけちょっと話をしていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、普段はもうちょっとまともに、えー、レビューやってるんで、よろしくお願いします。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと時間がないんで、えー、早速やっていくんですけれども、いや、 逆転勝ち、今シーズン初ですかね、逆転勝ちということでね、あの先制点、えー、取れた後ですけどもね、そこから山岸選手が、山岸選手が2発、えー、決めました。山岸もちょっとご無沙汰でしたね、久しぶりの、えー、得点になって、そこからドッピエタ、まあ、2得点決めるということでね、まあ、前半1点、後半1点と、やっぱり後半のあのシーン、あそこ大きかったですね、まあ、その後最終的にはですけどね、えー、PK で1点返されるんですけどね、まあ、だからこそこの山岸選手の、まあえー、チーム3得点目、これ これが、えー、決勝ゴールになったわけで、えー、ございまして、本当、山岸の得点、いや、素晴らしいものがありました。やっぱこのチームは今シーズン、やっぱ外国人選手、まあ、正直、ルキアン選手がもっと点が取れていればっていうのが、もちろん、えー、今シーズンあったんですけれども、しかし、まあ、この山岸選手がしっかり、えー、決めるということでね、本当、チームを牽引してくれてますね。で、えー、ちょっと遡るんですけれども、えー、同点ゴール、あ、中村俊いや、帰ってきましたね、帰ってきた男の、まあ、J1 初ゴールですかね。えー、そこでゴール、まあ、僕ね、これ、中村俊選手が何 前に加入した時は、絶対これ、福岡のえサッカーにバチクソ合うぞっていう話をえしていて、相当期待はしていたんですけどもね。で、やっぱこう彼がいなくなると、こういうふうにちょっと、ディフェンスのとこがちょっとぐらついたりとか、ここ数試合していたんですけど、いや、やっぱ中村、この正直、正直、この試合に関しても2点取れてはえ言います。この試合2点は取れてしまっているんですけど、しかしまあ、この中村俊いや、ね、フリーキック見せてくれましたね。本当、美しいゴールをえー決めてくれました。で、結果としては、3対2で勝利ということで、これ、9試合ぶりですね。 9試合ぶりの白星ということでこれで暫定1 0歳まで上げることができました。でまだ 暫定順位なんで、これかどうなるかわ、えー、かりません。これでちょっと清水もですけどね、えー、プレビュー動画でも話したんですけども、いや、清水の方もちょっと申し訳ないんですけど、えー、残留争い一緒に戦っていきましょうっちという話でございまして、えー、本当ね、清水、いや、本当にも素晴らしいチームでございまして、やっぱこう山原選手のクロスも怖かったですし、相変わらずやっぱ、チアゴ・サンタなど、えー、ジュニアのツートップは嫌だなというのはあったんで、いや、本当、まあ、素晴らしいチームであるんですけど、いや、しかし今回に関してはすみません、本当勝たせていただきました。本当で、ね、どっちに転んでもおかしくないようなゲームで、えー、ございましたけど、しっかりアビス・パフォーー、えー、勝利で、 これで自動工学券、福岡は抜け出すということでございましたけども、本当早口で申し訳ございません。自分でも今回話していて、自分で分かっているんです。いつもよりも早口なんでゃうね。分かっているんですけど、本当申し訳ございません。今回、これで一旦指名をしようと思っています。本当、申し訳ございません。本当、3分しか取れていないんで、申し訳ないんですけど、また今度買っていきましょう。アビスパ福岡ね、またソルバンカップもあるんで、そこに向けても期待していこうと思ってますけどもね。はい。 と本当すみません。こんなに短い動画です,すみません。本当。以上でございます。以上パラプンテ、ジルサッカーチャンネルのつつんでしょうか。ったらチャンネル登ります。さらすいません。